はい、というわけでやってまいりましたけどもね、今日も頑張っていきたいなって言うてますけどもですね、本当に、ここ最近ですね、なんか面白いことないかな、面白いことないかなって言ってですね、YouTube でね、ファスト映画って言って、映画を10分ぐらいにまとめてくれたやつがあるんですけども、その映画を10分ぐらいにまとめてくれるやつばっかり、見すぎてですね、もうついに Amazon プライムのですね、2時間の映画が一切見れなくなりました。その映画見るときもですね、ずっと10秒早送りボタンを押し続けてですね、全然映画が楽しめないという、状態になっております。ファスト映画評論家のせっかち太郎です。よろしくお願いします。はい、というわけで本日は、ゲストがね、いらっしゃるということでですね、皆さんもお待ちかねでございますから、今日はゲスト会、もう後ろにも書いてますけどね、業界初、ジャグリンドルって書こうとしてね、ジャグリンドルになってますけどね、ちょっと弱めのリンドルになってますけどね、なんだっていうことでね、紹介したいと思いますけども、皆さん準備はよろしいですか？相方だってもう言ってくださってる方もいらっしゃいますが、もう早速、呼び込んでみたいと思います。本日のゲストは、チューズからレボリューションまゆさんです。どうぞ。喋っていいよ。はい。こんにちは。こんにちは。時差がもうほんとスペインと日本ぐらい時差あるけど大丈夫？そう、なんかこれいつスタートしたんか分からんかったからちょっと止まってたんです今。もういつでもいいさ、いつでもいいさ。さあ、もう背景にね、ジャグリンドルというね、ことを書いていただいてますけどね、ジャドル、はい、ジャドルしか見えないということでね、非常に残念ですけどもね、レボリューションまゆさんでございます。改めて自己紹介お願いします。はい、チューズのシルバー担当のレボリューションまゆです。よろしくお願いします。お願いします。それなんそのグーみたいなやつ。これ眉のポーズなんです。これ眉のポーズな。眉のポーズはいいんやけど、その背景を抜こうとしすぎて指がもうほとんど見えないのよ、もう。これがこうか。そう、あ、いいですね。これが眉のポーズ。人差し指がこう立ってる状態。そうです。こうこっからビーム出てる。こうやって、あ、こっからビームが出てるんですね。出てませんね。というわけでね、今日も本当に、相変わらずのレボリューションまゆなんでございますけどもですね、コメントでも今、最初からまゆちゃん、笑かしてくれる、まゆちゃん、かわいいなというコメントが来てますよ。嬉しいです。あ、シンプルな感想、嬉しいです。シンプルな6文字の感想、いいですね。まゆさん、こんばんは。最初からまゆちゃん、かわいいよっていう、もう本当皆さんね、もうまゆちゃん推しの方が今日集まって、チューズというね、9人組のアイドルグループの中でシルバーを担当してる。はい、それがシルバー。あ、髪の毛の色もだからシルバーなんや。そうなんですよ。けど金髪になっちゃうんですよ、シルバーやっても。あ、じゃあゴールドです。でも本当はシルバー。本当はシルバー。じゃあ髪も本当はもうシルバーにしたいんや。でもやっぱり金に見えちゃう。なんか色落ちちゃうんですよ。そうや、そうやな。まあ、シルバーってキープするのが難しいもんな。そうなんですよ。だから、ね、うん、シルバーと金髪です。シルバーと金髪なんだ。ちょっとややこしいからやめてもらっていいかな。シルバーなのか金髪なのかちょっとややこしいわ、それは。ね、ということで、まゆちゃん、初見さんがまゆちゃん終わる頃に森さんが何歳老けるか楽しみです。確かに今日はえらい突っ込まなあかんなっていうふうに思ってますけどもね。それビーム出てたんだって知らない方もいらっしゃいましたよ、まゆちゃんファンで。あ、これビーム知らなかったことか。ビームなの？どういうタイプのビームなの？これは、うん、何やっても、うん、これで成功するんです。これがあれば何でも成功する。これがあればもう何でも成功すると。何でも成功する。うわ、すごいね。そんな人生いいね。うん、だから、うん、もしなんかミスっても、うん、これやったら OK。 これやったらもう全部 OK なんや。これね、これはどういう意味があるの？このハンドサインのこの形っていうのは何かを指してんのかい？中指か、それこうか。これは、うん、何かを指してます。だからそれを聞いてんのよ。何を指してんのか。何かを指してんのって聞いたら、何かを指してますじゃ答えになってないのよ。ね、答えじゃろ。そうですね。何か指してるけど、うん、そ
に決まってなくて。決まってない。おのおので決めてくれと。そう。刺された皆さんがもう、おのおので感じてくださいということですね。はい。いやいや、もう、あまりにも力技すぎるってコメントとか書かれてますけどね。はい、無敵なレボちゃんでございますけどもね。まあ、簡単に、チューズというね、グループ、今、9人組ですか？えらい、僕が知らない間に人数増えてたんですけども、新メンバーなんかも入ってですね。はい。もういっぱいいますよ。ルナさん、カナさん、吉田美久さん、カエデさん、レボリューション、マユさん、双葉さん、萌えさん、西萌え葉さん、カスガカナコさん。はい。と、傭兵というね、10名でやってるという。そうです。いや、もうすごいですよ。このね、暇なんですという番組に、まゆちゃんに出てほしいんやけどって言って、傭兵さんにね、LINE したの。うん。そしたらもうなんか、ほんと、15秒ぐらいで出ましょうって来たのよ。うん、で、あとはちょっと、やりとりめんどくさいから、マネージャーにつなぐわって言ってもらって、今日ね、もう本当にやっていただけるということで、その中でも、まゆちゃんが入ったのはいつぐらいだっけな？まゆが入ったのは、うん、2016年くらいの10月です。うん、10月は覚えてるんや。2016年の方覚えとかない？どっちかっていうと。なんで2016年を、うろ覚えやのに10月はきっちり覚えてんの？すごいな。で、もうすぐ4年なんだ。あ、もうすぐ4年。じゃあ2016年やね。じゃあ2016年やわ。うん。2016年で、入ってもう4年になるということで、そんな中でもね、まあ、フラチナリズム的には、チューズはね、2013年ぐらいから知ってるんですよ。うん。もう7、8年ぐらい、その7年ぐらい前からね。八王子のロマンチカというね、飲食店街があった時に、そこにね、チューズもいらっしゃってて、僕らも流しやってて、そこでまあ知り合ってですね、対バンなんかもやるようになって、しばらくしたら、レボリューションマユというですね、とんでもないタレントが入ってたと。で、まあ僕らの、イベントでもあります、ウレフェスっていうイベントにですね、出ていただいて、そこでまあトークコーナーがあったんですけどもね、そのトークコーナーで、まゆちゃんとね、僕司会だったんですけども、やりとりしてるうちに、それを見たお客さんがめっちゃ面白いねってなってね、まゆの相方なんですよ、森さんはって言っていただけるようになったという。そういうようなね、そういうような、慣れ初めがあって、それで今日はまた出ていただいたということで、本当にありがとうございます、出ていただきまして。ありがとうございます。本当にもう今、ジャンドルしか見えてないからね、後ろの文字。ジャンドル、もう何かわからんで。見えますか？そうそうそう、たまにそうやら、そうそう。だから、ジャンドルかグリンドル。グリンドルの時もある。グリンドルの時もある。下手したら。ジャグリンドルって読めないですか？ジャグリンドルって、知ってたら読めるけど、もう全くの初見の人が今見たら、もうジャンドル。この人はジャンドルなんだなって思う。でも、ジャンドルでもいいですよ。変かい。変かい。ええんかい。はい。もうそんなことでね、まあ本当にね、まゆちゃんっていうのはね、面白いんですよ。もうなんていうさ、天然キャラというかね、すごい、でもいろんなことやってますよね、最近ね。そうなんで、最近、うん、なんか釣りも始めて、うん、ジャグリングと、うん、けん玉と、うん、釣りと、うん、あと、電卓でピアノ弾いたりしてる。それ見たわ。見ました？見た。電卓で弾いてるやつ見たぞ。なんか、最近ハマったんですよ。あ、そうなんや。なんかね、本当にこのレボリューションまゆちゃんという、まあ、ダンスとかはもちろんすごいんですけど、まあ、歌もダンスも、いいんですけど、まあ、それは、まあ、実際ステージで、そういう、まあ、アイドルグループとして、そういう活動もしてますけど、それ以外に、ジャグリング。まあ、このジャグリンドルって書いてるのはもうジャグリングやな。ジャグリングをやってるジャグリンドル。そして釣り。これは、いつから始めたん？釣りは。釣りは、半年くらい前です、うん。それまでは釣りは好きやったの？いや、全然、魚も触れないし、うん、虫も嫌いやし、虫関係ない。あと紫外線もアレルギーなんですけど、全然あかんやん。全然向いてない。全然あかんけど。うん。でも、今は全部いけるようになったんです。あ、
もう克服して、それぐらいじゃあ釣りが楽しいということで、あの、釣りの YouTube もやってますよね。はい、最近始めました、それも。でもあんまりまだ初心者なんですけど、YouTube は。あれはだから、まあ、それこそ洋平さんとね、釣りに行ったりしてる。洋平さんはもともと釣り好きなんやろ？いや、眉と一緒にほぼ同時に始めて釣りを。そうなん。ほんで、今は洋平さんの方がめっちゃハマってる。はぁ、じゃあ洋平さんも最近なんや。そうですね。すごいね。一緒に始めた。これぜひね、皆さん、あの、YouTube で検索でね、レボリューション眉って検索すると、釣りのチャンネル出てきますんでね、そちらの方で僕も何本か見させてもらいまして、あの面白かったですよ。もう本当に何の時間を過ごしてるんやろうって見たと思います。でもまあ、一回あの海行ったら、あのこのハンドルあるじゃないですか。ハンドルって呼んでんの、あれのこと。あれのことハンドルって呼んでたら、それはもう全然釣りやったことない人。これハンドルじゃない。リールでしょ。リール。リール、そう、リールを。投げたら、海に落としちゃったんですよ。え、その、竿ごと？あの、リールだけ飛んでたの。リールだけ飛んでたの。それで、洋平さんに怒られた。それは怒られるよ。洋平さんっていうか、釣り人全員に怒られろ、そんなやつは。びっくりしたんですよ、初めて。まあ、ちょっとリールだけ重たいしね、こう、別でつけ、竿につけるからな。それで、こう、飛んでいってまうっていうのことはね。まあ、ないですけど。飛んでった。うん。これ YouTube チャンネル見てる人から今コメントが、来てるんですけど、あれですか？あんまり釣れてないという情報が入ってるんですけど、本当ですか？そう。なんか眉だけ釣れないんです、いつも。眉だけ釣れないんだ。ゆうへいさんいっぱい釣れてんのに、眉だけなんか釣れなくて。いや、もう。すねる。それで。すねるんや。シンプルやね。シンプルな人だね。うん。そう。うまくいかないっていうね、そういうこともありますけど、それは釣り系の YouTube もやってる。これぜひチャンネル登録、ぜひね、動画も見ていただけたら、高評価を押していただいて、ベルマークの通知ボタンもよろしくお願いしますということでね。あ、お願いします。もう、じゃあ、ジャグリングはさることながら、釣りもやってて、ほんで、何やってるって言ったら、電卓でピアノ弾いてるって。そう、そうなんですよ。もう、どうしたんなんか、あの、この自粛期間に家にいすぎて、もうなんか何かしたくなっちゃって、で、いろんな人の映像を見てて、見つけたんですよ。すごいよね、あれもね、電卓のやつなんかも。あの、ちゃんと曲になってるっていうね。あれなんか、中国のやつなんです、あれ。届いたら中国語やって読めなかったんですけど、最初。電卓が。電卓が、あの、中国語のやつを買うてもうたんやん。通販で買うたんそう、で、なんかもう、間違えて普通の電卓買っちゃったと思って、いろいろ触ってたら、喋ってたって言った今。ついたんです。怖い。電卓に喋ってたって言った今。めっちゃ怖いよ。ヘイシリーみたいなこと？そんな機能ないから、電卓には。これ電卓の子触ってたら、どうだったん？あの、勝手に音が鳴って、あ、合ってたと思って。そこまで気づく、もう当てるかどうかもわからんもん、買うな。危ない。すごいですよね。電卓2個使ってしかもこうね、弾いてましたよね。こうやってやってます。ああ、すごかった。あれなんかもうほんま、ただのもう、すごい人やで。やったー！いや、あの、なんか本当になんかこう、まあ、ジャグリングやってるのは知ってたし、釣りやってるのもなんとなく YouTube で見て知ってたけど、あれとかほんと普通にあの SNS でバズるタイプのね、すごい特技ですよ。わあ、嬉しい。いや、もうほんますごいと思ったわ。ほんとに。あと何やってるっつって、けん玉。そうです、けん玉。けん玉もできんの？けん玉もできるんです、ちょっとだけ。ああ、やって、ちょっと今、その座った状態でできる？あ、できますよ、多分。あ、ほんま。でも問題があるとしたら、その緑がたまに消えるときはね、背景と一緒に。だから、ここでやればいいですよね。そう、この、体の前だと大丈夫。あ、間違えた。いや、もう間違えてない。大丈夫。いけてる。あれ、ね、けん玉はやってないということでね、ほんと皆さんね。できなくなっちゃった。なんでそんなことになんねん。
なんで今急にできへんねん。すごいね。できますよ、ほんと。ほんとはできるもんな。立ってないとな、けん玉やりにくいもんな。そうなんですよ。そうだよね。いや、だからけん玉も。森さんの背景と合わせた。森さんの背景のグリーンバックと合わせてくれたんやん。うわ、嬉しいわ。はぁ、あ、ね、言ってますけどね。ほんとに。さあ、暇なしでもしてるんやね。紐なしでもやってる。紐なしでもやってんの？え、どういうこと？あ、そうなんですよ。紐ないやつもあるんですよ。え、けん玉の？けん玉のありますよ。そんなん無理やろ。紐ありで、紐ありで無理なんやから。ほら。うん。え、それどうやってやんの、それ。これは、なんか、こうやってジャグリングでこうやってやって、あ、落ちちゃった。すごい、なんもできへん。今日なんもできへん。TikTok で。ジャグリングでこうやってやるんですよ、こうやって。おう。え？ほんで、おう。最終的に刺すっていう。マジで？そんなんできんの？あ、そうです。あの、ツイッターとかに載せてるんですけど、うん。こうやってやって、なんかこうやってやって、うん。ジャグリングやって、最終的に、えって刺す。すごいな。ちょっと今、試しにやってみてくれる？一回。一回試しに。失敗いいですよ。失敗してもいいから、ちょっとやってみてくれる？うん。うん、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 うん。お、すごい！ガシャガシャガシャーン！いや、でもすごいな。いけそうやったわ。もうできそうな予感やったわ。すごいな。そうですか？それはほんまに、ちゃんとした特技やわ。だから、うん、いっぱいあるんです、うん、ボールも。あ、すごい。ジャグリングと。なんかじゃあ軽くジャグリングみたいなのって今できたりすんの？その場で。あ、ジャグリングならできますよ。あ、ほんま、ちょっと見せてくれる？あ、すごい。わ、すごいな。馬なってるやん。やったー。前生で見たとき、わ、すごい、出た、ビーム。すごい。うまいね。これで踊り、俺が一番まあ評価してるのはまあ踊りなんやけど、踊りもすごいよね。あの、あれ見たわ。あの、レボリューション眉の妖艶の舞みたいなやつ。あの、YouTube に乗っかってた。あれのかっこええな。やったー、見てくれたんですか？見た。とりあえず、あの、全部、つるっと見ていこうと思って、うん、昨日夜中に、レボリューション眉のチャンネルの動画をずっと見漁ってたの。うん、そんな中でダンスが出てきて、あれとかすごいな。嬉しい。めちゃくちゃかっこよかったわ。うん、やったー。ほんまにあれはもう。なんか、眉ゆ、喋ったら、あかんって言われるんですよね。うん。喋らんかったらわからないんですけど。やと思う。喋るとバレるんです。喋るとバレるよな、いろいろな。もう、バレちゃう。そうやんな。もう、でも、それがええとこやで。やっぱこのギャップというか、踊ってる時かっこよくてね。で、ジャグリングもあんな器用にできて、電卓でピアノ弾けて、この人めちゃくちゃ芸達者やなと思って喋ってみたら、この天然キャラっていうのはこれほんと素晴らしいですよ。本当ですか？ほんとほんと、もう一番いい。G.I.P. あ？あ？なんてもう一回言って。G.I.P. G.I.P. G.I.P. はギプだね。GIP はギプ。知らないのよ。俺ギプっていうこと知らないから。GAP でギャップね。そうです、そうです。GAP でギャップ。GIP はギプね。うん、いや、ほんと今コメントでも言ってくれてます。レボダンス、ほんとにすごい。その喋りとのギャップがたまらないっていうね。いや、ほんと、このギャップ萌えはほんと素晴らしいなっていうふうに、いつも思いますしね。はい。嬉しい。喋らせたらおもろい。このクイズ番組とかバラエティで出たりしたらめちゃくちゃおもろいやろなと思って、いつも思ってるんですよ。おぉ、嬉しい。出ますね、いつか。早押しボタンで。いや、もう早押しボタンで出てくださいよ。ババーンって出てね。ほんで、まあ、もう、ほんと、皆さん、国民の皆さんに GIP、GIP をね、感じさせてあげてくださいと。今、質問で、今も森さんの中で一番やりやすいタレントは、まゆちゃんって来てますけど、いや、もうそうっすね。結構、その、タレントというか、アイドルさんの中では、本当に一番、やりやすいですよ。うわ、
こういうトークをやるのには本当非常にやりやすい生き方ですよ本当に。まあ、例えば MC で進行やってくださいって言ったら、まあ、無理かもしれんけど、もう、うん、パネラーとしてここにいてくれたら本当にもう安心ですよ。話振ったらもう正解なんで、うん、パネラーになりますね。パネラーってあれですか、パネル。そうそう、パネルパネラーって言ってな、あの要するにあの司会者がおってひな壇とかにこうやっておるやろ、人が。あ、はい、ここのひな壇とかの一番前にまゆちゃんがおってくれたら、もう話振ったら絶対笑いになるから、めっちゃやりやすいってこと。なんでしっくりきてへんねん。なんでしっくりきてへんねん。何が、なんで分かれへんねん。はい、っていうことなんですけども、すごいね、ジャグリングとかもすごいし、まあ多種多様活動、いろんなところでね、いろんなことやってるということでございますけども、本当にあの今このね、ライブができなくなってね、あの外向けの活動ができなくなったけど、あのそんな中でもまゆちゃんはこう家でね、なんかこういろいろチャレンジしてね。はい。あの普段何してるんですか、そのこの自粛期間中は。自粛期間中はなんか、うん、あの発明してるんです。あ、怖いかもその話。なんだろう、すごい発明してんの？発明。エジソンかなんかなの？な、何？なんかあの博士みたいにひらめくんですけど、それをやってるんです。うん、ちょっと待って、今不気味な話されてる？今すごい不気味な話されてる。あの発明、違いますよ。発明っていうのはジャグリングの技だったりってこと？あ、そんな感じです。あ、そんな感じ。例えば電卓でちょっとピアノ弾いてみようかなみたいなのとかをバンって思いついて。そうです、そうです。それでやってみようかっていう、いうことか。それで、やってるんです、うん。そうやな。それはもう、だからもう、発明家やわ。そういう意味で言うとな。おいちゃん最初否定してもうたけど、合ってたわ。ごめんな。否定したらあかんかった。まあまあじゃない。まあまあ、許すわ。ちゃうねん。ほんで、最近は、それを使って、あれです。なんかジャグリングやったりしてるんですよ。お、それも言うてん、それ。それも言うてん。それ言うてん、今、俺が。全部な。全部流れ説明した後、もう一回言うたん。同じこと。ねえ。二度でも。二度でも。そう、もう、それは正解。それは正解、二度でも。早めの再放送来たからびっくりして、今。そうですね。はい。本当に、その、自粛期間中も、お家からこうね、あの皆さんが楽しめるものはないかっていうことで考えてくれてるというね、ことなんで、一番の最近の発明って何ですかっていう質問が来てますけども。あ、一番のやつは、最近はあれですね、なんかピンポン玉でいろいろやってるんですけど、フライパンを持ってピンポン玉を投げて、フライパンで跳ねさせて頭の中につけてる、ここに入れるっていう。すごいな。そんなこと、もう曲芸やんな。もうほんまに普通に。そういうのもあるんや。そういうのってどこで見れんの？それは、あ、TikTok でやってて。なるほど。TikTok から来ます。OK。じゃあ今、皆さん、僕スマートフォンを今、キャプチャーで繋いでますんで、ちょっとその TikTok の探し方っていうところから、ちょっとまゆちゃんには何のことかわからんかもしれんけど、放送見てる皆さんには俺の iPhone の画面が出てると思っておいてください。はい。これ TikTok、TikTok ね。これ、はい。ちょっと今が変わりましたけども、これが、僕の、携帯電話です。で、ここの、メールの残りが573通未読です。よろしくお願いします。このね、これ TikTok って言ってね、これ今右下というか一番右にある TikTok というアプリをね、皆さん撮っていただいて、これをまあ立ち上げると。ね。立ち上げるところで、ま、いろいろ出てきますけど、今ちょっと音声切ってますけどもね。まゆちゃんの流すときはね、音声をオンにしますからね。これで、まあ、このトレンドっていう、左下にレコメンドトレンドっていうボタンがあるんですよ。これパッと押していただければ、こう、検索になるんですよ。で、そこで、ジャグリンドルって、こう、打ち込んだらもうすぐ出てきますから。ほら、もう一番上にジャグリンドル。はい、はい、まゆちゃんの動画出てきます。ちょっと一個見てみましょうか。これメントスコーラのやつとかすごいよな。ちょっと、
iPhone の音も活かしますんでね。メントスコーラ、これ。はい。はい、メント、あ、コーラを。コーラを。はい、開けて。開けて。オッケー、コーラ開けて。で、何か透明の筒に入れていく。入れていく。さあ、ピンクのパーカー。あ、ピンクパーカー、金髪。シルバーと言い張る金髪。そしてメントスを開けて。開けて。どうするんだ、それを。さあ、メントスを。普通に食べるのかな、これ。どうすんの。さあ、メントスをどうする。おー、ジャグリングした。メントスジャグリングして投げて入れてコーラの中に入ってブッシュ。すごない、これ。すごない。これちょっと すごいな。これ皆さんにちゃんと見えてる、見えてると思いますけど、すごいでしょこれ。これもう一回見ますけどね、これ何、ジャグリング、メントスでこうジャグリングして、コーラ投げ入れるんよな。そうです、投げ入れるんですよ。すごない。そこれ、普通にやっても入らんで。いや、だから入った時めっちゃ嬉しかったんですよ。シンプルな感想。これは嬉しかったけど、うん、あの後最後こぼれて、うんうんうん、びっちょびちょになったんですよ。最後、うわって言うてるもんな。そう、やばいと思って、びっちょびちょになっちゃった。すごいな。5万人ありがとうございます。これが今バズってるよな、ほんまに。あ、なんか増えてますね。これだっていいねが18万7千ですよ。うわ、すごくない、すごく。他にもでもなんか最近なんかベトナム人がめっちゃフォローしてくれるんです、ベトナムでバズって。マジでこれベトナムでバズってるの。なんか最初日本でバズってそっからベトナム行ったんですよ。いや、ベトナムでバズってんのなんで、パクチーとフォーとマユだけやで、これ。すごいな。そうです、そうです、そうです。3種。3種やな、3種。パクチーとフォーとマユやんな、これな。はい。他にもね、こうジャグリングの動画とかあるんで、ちょっと見てみますね。これ、頭を3個持って、2つ投げて、1つを入れたら、何してんのこれ、もう分かれへん。分かれへん。すごい。これはもう、ピエロの仕事。最後決めポーズもね、ありつつ。これすごいな。あ、これ本当にジャグリングやってる人のことなんていうの、ジャグラーっていうの。ジャグラーです。ジャグラーとしてこれもう、あ、しかもダンスとコラボしてるやつもありますね。ちょっと踊りながらジャグリングみたいな。シンプルにまずね、可愛いですよ。ほらすごい、このステップを見ながらジャグリングすごない。スタジオみたいなところでこうちょっと足はステップを踏みながらジャグリングやってますよ。いや、これおもろいな。あれ、あ、ちなみにメントスコーラは何回やってて、あれ回数はわからないんですけど、もう30分以上かかりましたね。マジで？めちゃめちゃかかって、ほんでなんかこうやって手でやってるから目出すかだんだんなんか溶けてくるんですよ、体温で。ほんでなんかベトベトになって、それでなりました。それでなりました。あー、何になったかだけ全然わかんねえな。どうしよう、怖い怖い、もう。いやでもすごい、これ今無音チャレンジっていうと、このけん玉使ってね、こういうのを要するに発明してるということだよね。そうです。すごいな。いや、これすごい、ほんまにすごい。もう皆さんぜひね、ジャグリング中にリップを塗りたいときっていうのもありますから。まあ、ジャグリング中に普通リップ塗れないですよ。これでも、ジャグリングして、あい、投げる。リップいつ塗る？リップいつ塗るんだ？あ、右からリップが出てきたぞ。塗ってるー。左手でジャグリングしながらリップ塗ってるー。すごい。これすごい、こんな感じで、あの、皆さんね、あの、たくさん TikTok にジャグリングの動画とか、ダンスの動画とかも上がったりしてるんで、これぜひね、皆さんにもまた見ていただきたいですよ、これは。ねえ、あの、さっきの検索方法でやればね、フォローもできますしね、すぐできますから、ぜひとも皆さん、あの、TikTok の方でも、このジャグリンドルであるレボリューションまゆちゃんのね、凄技を、見ていただければ。これすごい、左手でこうやってジャグリングしながら右手でリップ塗ってたけど、別にそこで塗らんでよくない？ジャグリングを。でも、もしかしたら
そういう時があるかもしれへんなって思って、ほんで生まれたんです。あ、独特な感性すごい。だって普通さ、あのリップ塗ってからジャグリングするか、ジャグリング終わってからリップ塗るやんか。そう。でもひょっとしたら今後ね、あの時短で一緒にやんなきゃいけない時が来るかもしれないということでやっていただいたということでございますけども、エンターテインメントとしては素晴らしいですけど、実用性はゼロって。ちょっとだけあれですよ、うん、右手と左手違うことやったら右脳と左脳賢くなるかもしれないです。あ、なるほど。あ、確かにね、右手と左手で別々のことをやることによって右脳と左脳が別々に鍛えられてちょっと頭が良くなるかもしれん。はい、はい、その効果は出てないということでね、本当非常に残念なんですけど非常に残念な結果には終わりましたけどはい、すごいですね。森さんフォローしましたかって、もうしてます。してないんか。あれしてなかったんですか。はい、今からしますけどもね。本当にでも、あの、面白いでしょ、この子。皆さんね、今日初めてまゆちゃん見た方もいらっしゃるかもしれませんけど、めちゃくちゃ面白い子なんでございますけども、まゆちゃんは自分のことを天然だと思う？思わないです。思わない？本当かな、はい、でもみんなも天然やと思っとるわけやんか。だから今日は、ね、だから多分おかしいんですよね。おかしい。周りが、世間がおかしいってことだよな、これな。ね。まゆはおかしくない。世間がおかしい。はい。うん、だってあの私、あの中学校まで成績良かったんですよ。うん、成績良かったの？はい。そんなわけないよ。いや、ほんまに。じゃあ、ククの7の段言ってみ。7が7、7、14、7、3、22、7、4、28。ちょっと待って、7322も違うし、シティに途中で離乳食みたいなの出てきたけど、何？離乳食みたいなやつ何？これ、早口言葉みたいになっちゃいません？なし、だから、シティ、ゆっくりでいいから、ちょっと一個ずつ聞かせてよ、7の、8の段でよ、8の段で。8が8、8に16、8、3、24、8、7、お45。8、7、8、3まで聞いた記憶あるよ。あれですよね。8、3の後、8、7に行くのやめてくれる？今、勝手に左脳から右脳に飛んだ。じゃあ左脳から右脳とかじゃなくて、そういう問題じゃん。なんで7から8の7は別の脳でやってるの？同じ脳でやれよ。びっくりした。めっちゃおもろいなぁ。はい、もうククはねできないということで、ちょっと天然かどうかをちょっと天然度チェッカーっていうやつ私もインターネットで見つけてきたんで、今日はちょっとこんな企画をやりたいと思います。題しまして、ダダン、レボリューションまゆ深層心理天然度チェック、イエーイ盛り上がってまいりましたね、ほんと無理やり盛り上がったように見せてるっていうだけのね、自作自演なんでございますけども、はい、レボリューションまゆさんが天然ではないと言い張るので、私あの天然のね、かどうかをチェックするやつ持ってきました。ひょっとしたらもうあなたは天然じゃないかもしれない。あ、うん、で今からねちょっとやっていくから、質問に答えててや。はい、オッケー、じゃあいくよ。あ、ちょっと待ってね。ちょっと待っててね。これ。診断スタート !10 問ありますからね。あの、質問に答えていってください。はい。クエスチョン1。学校で先生のことをお母さんと呼んだことがあるか、ないか。あ、ないです。ない。あ、素晴らしい。そんなこと考えられない。素晴らしい。ママって言います、いつも。あ、で先生のことを違う、先生のことママって言うから、お母さんって言ったことないんですよ。そういうことじゃないのよ。そういうことを聞いてるわけじゃなくて、お母さんとママは同じなのよ。だからママってお先生のこと言ったことあんのね。あ、先生ですか？うん。ない。先生のことはママともお母さんとも呼んだことない。はい、ないです。オッケー、オッケー、分かった。ごめんな。いつも一問の質問でこんなに時間取られると思わなかった。ほな、行くで。第2問目。
話し終わった時、なぜか周りが笑っていることがある。イエスオアノー。あります。あるよね。これはあるよね。これはもう 100% あるよね。はい。物事を決めるときは、時間をかけて考えてから決めることが多いか、その場の勢いを直感で決めることが多い、どちらですか？B。B。ありがとうございます。その場の勢いを直感で決めることが多いという。正直に答えてや。はい。で、夢中になると周りが見えなくなりがちだ。Yes or No。あー、でもこれ、間なんですよね。間。なんか、周りは、なんか、ジャグリングとかしてても、見えてるけど、見えてないみたいな。あ、見えてるけど、見えてない。ちょっと何言ってるかわかんない。見えてんのか、なんていうの？こう、一つのことに没頭してると、こう、他のことに気が回らなくなるかどうかみたいなこと。そうですね。そうです。なるんかい。はい。次行きますよ。洋服を裏表逆に着て出かけたことがあるか、ないか。あ、これはないです。ない、素晴らしいね。やっぱり服はね、さすがに。服は。それはね。はい、ね、次。天然ボケだねと言われると嬉しい、Yes or No。嬉しくもないし、嬉しいこともない。嬉しくないじゃん、じゃあ。もう、シンプルに嬉しくない。どっちでもないですね。どっちでもない。別に、じゃあ、嬉しくもないにしとこう。嬉しくもないし、嬉しくなくもないと思うね。そうそうです。じゃあ、次行くよ。趣味や好きなものが変わってるねと言われたことがある、Yes or No。これは Yes ですね。これは Yes。なるほど。Yes。さあ、続いて。行動するときに人から妙に心配されることがある、あるかないか。あ、あります。あるよな。これはある。俺でも心配やもん。俺でも心配。はい。次ね。この質問ちょっと意味わかんないですけど、フェラガモとフォアグラって似てると思う？フェラガモとフォアグラですか？そう、靴のフェラガモ。似てる。フェラガモ。なもんかい。似てるんやな。オッケーオッケー、思いますということ。じゃあラストの質問です。なんで怒られたのかわからないことがある、Yes or No。やるかもしれないですね。あるかもしれない。さあ、10問終わりまして、結果が出ました。私の、画面にね、これちょっとじゃあ iPhone 映しましょうか、せっかくですからね。これ、皆さんも後でこのサイトでやってみたらいいですよ。はい。iPhone をちょっと出しますね。今答えが出ました。これ何パーセント天然ボケかが出ます。まあ、0% から 100% でございます。さあ参りましょう。まゆさん、一体天然ボケなのかどうか見ていきたいと思います。まゆさんの結果はこちらでございました。天然ボケの 90%、誰もがすぐに気づく重度の天然ボケ。もう重度です。重度です。なんて言ったん、はい、もう全部で、レイの女の子の画像があそこのハンバーガーテイクオフして外で食べよう、はテイクアウトでしょ、え違うのっていうやり取りです。謎のやり取りです。こういうこと言ったことあるでしょ、あなた。あ、テイクオフですか。テイクオフって言ったことあるでしょ。あんまり英語使ったことないかもですね。英語自体よ。はい、誰もが気づくあなたは重度の天然ボケキャラです。誰が見てもはっきりとわかる明らかな天然ボケでございます。きっと本人は気づいてないどころか全力で否定すると思いますが、それも重度の天然ボケキャラならではのこと。しかしそれを嫌だと思う必要は全くなし。あなたの場合には最初からその天然ボケっぷりが際立っているため、周りの人もあなたの大事な個性として受け止めていますということで、これからも愛されキャラを貫いてねということです。ありがとうございます。いやだから本当素晴らしいですよ。当たってます。天然ボケは天然ボケですけど、誰も迷惑してなくて、みんな癒されてこう思わず愛しちゃうというね。素晴らしいじゃないですか。悪くないやつですよね。悪くないところか、むしろもう財産ですよ、あなたの。財産。なんで財産分与を求めてきたん今。なんでわしから分与されたんやねん。
いや、素晴らしい。いや、でも本当に、今コメントで皆さんも言っていただいてる通り、面白くて可愛いっていうことでね。あ、あとなんか、オーバーザスカイが好きっていうことを言ってるんですけど、これ何すか、オーバーザスカイって。あ、オーバーザスカイは、チューズのメンバーの、ルナさんが作った曲なんですけど、うん、ソロの曲で、いつも聴いてるんですよ。あ、曲が好きってこと？あ、そうです。曲が好き。なるほど。いやいや、今コメントでね、言ってくださってたんで。はい、もう素晴らしい。確かに、まゆちゃんには癒される、愛されキャラだねってこうコメントでも言っていただいてますよ、本当に。わぁ。すごい。こんな愛されてる状態ですので、ちょっと一回ジャグリング、もう一回やってもらっていいですか？はい。もう一回やりますね。見せときましょう。技見せたりましょう。ほら、来た。ほら。俺行け。俺行け。ほら、ほら、クロスして。ええー、じゃ、よっ、よっ、はっ、よっ、ちょっ。お、すごい、すごい、すごい。ラブス。すごい。素晴らしい。素晴らしいね。うん。もう、あなたに勝てる、アイドル、なかなかいないですよ、これは。本当ですか？いや、ほんま、ちょっと、群抜いてると思う。その、できることの幅が広い、さらに、この、自分のパーソナルな部分がめちゃくちゃ面白いっていうのは、これは本当、アイドルとしてはもう、素晴らしいと思いますよ。まあ、いや、あれなんですよ。うん、なんか、レボリューションを起こすんです。あ、まゆはレボリューションを起こすんです。これ、はい、どういうレボリューションを起こしたいの？あ、でもレボリューション最初、意味知らなくて。知らなかったんかい？知らんかったんかい？知らなかったんですけど、うん、調べたら革命って出たから、うん、めっちゃいいやんと思って。うん、ほんで、レボリューションっていう名前に誇り持ってるんですよ。いや、すごい。逆から入ったよね。レボリューションっていう意味より、響きから入って、後で意味調べたら。うん。これめっちゃええやんってなって。めっちゃええやんってなって。誇り持ってる。まさかのその、誇りとかプライドが後から来るって珍しいですよね。後から来たパターンね。後から来たパターン。めちゃめちゃおもろいやん。知らなくて、だから、うん、今まで、なんか、物の意味とか知らなかったらよく聞いてたんですけど、うんうん、最近は自分で調べなさいって言われてから、Google 先生になりました。あ、Google 先生になったんや。え、あなたが Google 先生。そんな Google もうぶち壊れるから、それとも、もう Google 先生じゃないのよ。Google 生徒なのよ。Google 生徒なのよ。あ、そうです、そうです。先生に、教わった。Google 先生に教わって Google 生徒になったんだよって言ってんだね。そうです。よかったね。ということでね、ほんとに。いや、もうおもろいわ。ほんまにおもろい。こういろんな物事も Google 先生に聞いてどんどん賢くなってってるもんな、今な。はい。だからもう、もう、そうなんですよ、もう。これからもうレボリューション、革命を起こしていこうと。はい。しかも俺が写真でバトン繋いだやつも俺の顔の白塗りのやつもさあれ なんあれたまたまあんなメイク道具家にないやろあれ絵の具買ってきて写真見て絵の具ほんで絵の具って書いたすごいちょっとまた後でちょっとまた SNS 俺並べてあげとくわまたあれで水性絵の具だから、うんなんか乾いてカピカピになるんですよ。そうやな。なんか大変だった。なんで絵の具でやるの？え、なんか絵の具しか思いつかなかったんですよ、あの色。いや、ああいうメイク道具あるから、白とかね、青とかのやつ。あるんだ。あるある。あなた、アイドルなんだから、お肌にケアしなきゃ、あんた。絵の具なんか塗っちゃダメよ、あんた。だから、あれ、筆も買ってなくて、うん、チューブで塗りました、絵の具のチューブで。なんでチューブの5、わさびちゃうんやから、わさびみたいな、わさびみたいな方々せんといてくれるほんますごいな。いやでも。でも結構、いい感じできましたよね、あれ。よかったよかった。もう仕上がりはもう抜群やった。やっぱ器用やな。うん、そう、すごい器用でね、もうジャグリングも、そのエンターテインメント、人を喜ばせたいっていう気持ちが多分ね、奥底にあるんやろうね。はい、あるかもです、奥底に。で言うてんだから、それ俺も、なんで統治法で言い直したの俺がちゃんと奥底にあるかもねって言ったら、あるかもね、奥底にって、なんで統治法やなんか、いい言葉
だなと思って。いい言葉奥底にある。で、レボリューション、これから革命を起こしていくということなんでございますけども、まあ、そろそろね、ちょっとまあ時間になってきましたので、ちょっとあの、まあ、皆さんには、そのジャグリングをやってる TikTok も、もちろんフォローしていただきたいですし、そして、あの、YouTube のね、あの、釣り、レボリューションマユというね、チャンネルやってますんで、こちらの方もチャンネル登録してほしいし、まあ、SNS ね、基本的にあのやってくれてますんでね、レボリューションマユってあの検索したら多分、どこでも一人しか出てこないんで、もう出てきて TM レボリューションなんで、大丈夫だと思いますんで、ぜひ検索してね、この子は本当に僕はもうすごく面白いと思ってますんで、ぜひともこれ見る、今日675人見てくれましたけども、あの皆さんにもぜひあの見ていただきたいなというふうに思いますのでね、よろしくお願いしますということと、あとやっぱりチューズのね、あの PV とかのね、はい、あのそうですね、うん、あのライブ映像だったり PV だったりとかっていうのがね、あの YouTube に上がってたりしますんでね、そちらの方で今日初めてチューズという存在を知った方はね、あのぜひ見ていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いしますというわけで、今ねちょっとあのコロナウイルスの影響で皆さん大変な時期でございますけれどもね、じゃあ最後まゆちゃん、レボリューションまゆちゃんから、あのこの見てくれてるね、あの視聴者の皆様にね、あのメッセージなんかあればよろしくお願いします。はい、このねコロナウイルスでちょっと待って、こういうメッセージの最初がね、このねっていう入りの人見たことないから。あのだって終わりだ、笑うもん。笑っちゃうと思うんだ。わかった。我慢する。OK、頼む。じゃあメッセージの方をお願いします。はい。わかんなかった。あのーじゃないのよ。はい、じゃあ皆さんね、メッセージですよね、メッセージなんかこう元気になるようなメッセージだったりとかね、あの自分のことをアピールするようなメッセージだったり、はい、何でも構いませんので、レボリューションマユさんお願いします。はい、あのお家にいても楽しめるようにいっぱいね、あのエンターテインメントしていきますので、みんなもね体には気をつけて頑張っていきましょう。わあ、いいメッセージありがとうございます。もうほんと皆さんもこのポーズでね、なんとかもしのいでいただければと思いますけどね、このね。これは江頭さんの、江頭さんの、うーいの時の手とほとんど一緒ですけどね。これですよ。うん、これな、ここ、中指がこうなって、こうやんな。うん、別に覚えんでいいかな、これね。はい、ということでございまして、皆さんね、楽しんでいただけましたでしょうか。あの、まゆちゃんだったらコロナウイルスも手玉に取れそうということでございますけどもね、本当にあの、素晴らしいアイドル、ジャグリンドルだと思いますんでね、あの、まゆちゃんが発信する、あの、ご自宅でのエンターテインメントでもね、皆さんご自宅で楽しめますんで、ぜひ見ていただきたいというメッセージでございました。本当にまゆちゃん、今日はありがとう。ありがとうございました。ありがとうね。じゃあ、このまま、あの、ズーム切るからね。で、あとで、あの、もう切るんですか？もう切る。もう、これ以上は、もう、疲れちゃうから、おじさんも。で、こっから俺、あの、一人でちょっとだけ喋って、エンディングやから、これ9時までのやつだからね。あ、もう早いですね、9時。もう9時です。もう54分になりますからね。もう、あの、まゆちゃん50分に履けないといけなかったんだけど、もう3分押しちゃってるからね。そう、押しちゃった。いや、いいよ、俺のせい。まゆちゃんは何にも悪くない。もうほんまに。おいちゃんが全部悪い。あとはまゆちゃんが全部悪い。っていうこと。あの、コメントで今、はよ、レボタンしたいねって。レボちゃん、誕生日が来るの？あ、そうなんです。6月19日なんですよ、誕生日。おー、これもうぜひね、レボタンができるようにね、6月19日ってもう来月じゃないですか。そうです。来月なんです。来月で、一個年を取るということでございますので、ぜひね、6月19日は皆さん SNS 上、もしイベントができなかったらね、あの、うん、SNS 上で、あの、おめでとうってぜひ言ってあげていただきたいなというふうに思いますけども、はい。はい、レボちゃん、本当に今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね、これじゃあ消すからね、このミーティングね、バイバイ。さよなら。元気でね。また3年後に会おうね。バイバイ。ありがとう。また後でお礼言います。ありがとうね。はい。はい。皆さん、ご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。
はい。はい。今コメントでもある通り、森さん20歳老けたということでございますけどもね。その通りという言葉をね、皆さんに、あげたいなというふうに思います。本当にレボリューションまゆちゃん、チューズのね、メンバーで4年前に入ってね、歌も、あれです、歌もね、さることながら、ダンスは本当に一級品だと思います。僕は本当に。ジャグリングとかだけじゃなくね、ダンスが本当に素晴らしい。後で皆さんぜひ動画、見てほしい。うん。で、そのエンターテイナーなんだろうね。ジャグリングをやったりとかね、電卓での、ピアノ弾いたりとか、けん玉やってみたりとか、とにかく、視覚的にエンターテイメントをする僕は天才なんじゃないかなというふうに、まゆちゃんのことは思っていてですね。で、喋ってみたら、あんだけ天然キャラクターで、愛されキャラで、癒しキャラで、可愛いって、この子が売れないわけがないというふうにね、思っております。実際ね、TikTok の方でもバズってますしね。本当に、素晴らしいアイドルの、もう僕は本当に一番接しやすい。もう一番やりやすい子だなっていうふうに思いますんで、先ほども言いました通りね、TikTok、YouTube、Twitter やね、Instagram のいろいろやってますからね、ぜひともこれを機に、レボリューションまゆちゃんを知っていただいて、ぜひフォローしていただいて、6月19日にはぜひともね、誕生日をおめでとうってね、まあこんなご時世ですからね、こう、お互いこう助け合ってね、声かけ合ってやっていくのがベストでございますから、ぜひともね、けん玉の動画見たよとかね、リプライ飛ばしてみたりとかね、そういうことで、つながっていければなというふうに思いますのでね、これからもね、レボリューションまゆちゃん、もとい、チューズ、もとい、洋平さんの応援を、ぜひとも皆さん、よろしくお願いいたします。というわけでございます。はい。すごく疲れました。というのは、まゆちゃんのお話を聞くときはですね、一言一句逃さず聞いてなきゃいけない。ほとんど間違えたこと言うんで、ほぼほぼ間違えたこと言いますんでね、そこをやっぱりピックアップするためにですね、ずっと聞いてなきゃいけないんで、皆さんフルマラソン走り終わった後、みたいな顔に僕なってますけどもね、その辺は気にせずに、ぜひともね、まゆちゃんの応援よろしくお願いします。というわけで、ここで YouTube の、収録をここで切らせていただきたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、そしてベルマークの通知ボタンよろしくね。